皆さんこんにちは、大ゲーマーのレッチです。どうもコスケです。よろしくお願いします。お願いします。ということで今回も言霊やっていきたいと思います。はい、新言霊祭り、はい、新キャラ2人ですね。大浦口直、はいと、ゆずる。ゆずる、うん、まあ紹介はまあちょっとしたんで大丈夫だと思うんですけど、うん、まあコスケさんはどうでしょうか。この注目の言葉で言うと、大浦口直とゆずる、はい、とあといないのがこのフロディーテ。あー、やっぱさすがにほとんど持ってるね。意外はいるかなって感じですね。いやいや、あ、でも浮かむいてもいねえわ。あー、そうかそうかそうか、浮かむいてもいない、うん、ぐらいかな。でもあとはまあ新宅ぐらいかな。うん、でも1周年の時にだいぶ出たんで、うんうん、はい、もうだいぶ揃ったよ本当に。そうですね、うん、でもまあ浮かむいてもとね、あれに関してはそんなにまあめちゃくちゃ欲しいってわけではないので、どっちかね。でも浮かむいてはめっちゃ強い。あ、そうなの。めっちゃ強い。あいつは回復だったかな。5文字かなんかの回復だからめっちゃ使いやすいんだし、なんで出ればいいかなということで、よろしくお願いいたします。行ってみよう。よっしゃ、行くぜ。待たせたな。もっと読み込まないで。おっと、読み込んでないけど、ね、鮮やかな流星群。でも読み込んでないね。逆に言えばこれ読み込まないとないってこと。そうだよ。悲しみ。いやでもたまにあるけどね。たまにあるよね、うん、でも読み込んだ時はほぼ確定だからね。ゆ、ゆ、ゆさ、ゆさ、もうゆじゃない、まさかのユーゴキング。ユーゴキング出た。ゆ、出たんだろ。思わせぶりじゃん、ジジイ。思わせぶりなジジイ。やっぱ読み込んでないね、うん、なんでさって。サーバルちゃん、サーバルちゃんって言ったらやべえだろ。あ、出た。あー、こいつね。これ読み方がわからんけど、サンコレイ、なんだ、サンガンレイ。でもいいね、このシリーズ全然出なかったからね、今まで。そうだね。よし、ガンガンいきます。あ、来た。読み込まない。しかも来たダブルですね、これ。ダブル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 、頼む。もうおかゆ、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 おゆ、およよ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 よピックアップこんな引く。オーラ、うわー、一旦これ1個目ね。そして すごいけどすごいけど、俺ら的にはもう一回出てほしかったね。そう、出てほしかった。いやー、まさかのピックアップをここで引いていく。素晴らしい。ダブルで、ダブル抜き、2枚抜きでございます。見てこのおっぱい、エロくない？縦の服だよ。縦にお乳首隠してる。だから、縦だからあのいわゆる横乳強調型ね。横乳強調型ね。うん、なんか 悪そうな女なのこれな。はい、終わり。はい、終わったと思います。いや、俺もエヴァも全部出てるし、もう最近調子いいわ。確かにね。うん、フロディーテで本当もういいですもん。まあでもフロディーテに関してはさ、うん、ほら、まあ、今後引いてったらね、出る可能性もあるし、あと結構 0.0 何パーなんで。きついからね、はい、狙いにくいよね、そこ。はい、良かったと思います、はい、といった感じでですね、今は、新しい冒険とかも始まったのかな。はい、せっかくだから見ますか。ちょっと見てみる。火の冒険の、はい、あの今までこのサードってやつかながいたんですけど、はいはいはい、このボスとして、はい、そのサードじゃなくて新しい新キャラ、こちらですね。はい、コーラル。いや、かっけんだよ。こいつが出てきたので、まあ今こいつをみんな頑張って、しかもあの火の冒険系のボスキャラってめちゃくちゃ強いんですよ。強い。あのね、リーダースキャラ文字を入れたら倍になるみたいな感じで、なんであの絶対満腹にした方がいいキャラクターだと思うんで。確かに、これみんなで、ね、狙ってほしいです。はい、つうわけでやりましょう、またね、これも、ね、はい、はい、といった感じで今回の動画は以上となります。それではまた別の動画で、バイバイ。